どうですか、小島子は。私はあのじゃんけん大会をして、うん、1週間名字を取られまして、あもうあのね、なんかあの自分で思ってた以上にすごい全てのな、ものから小島が消えて、まずもうその直後にすぐあの SNS は全部今すぐもう勝負終わった今すぐ変えてくださいって言われて、わかりましたって言ってググタスも755も全部変えて、で公式サイトも変わって、チケットセンターとかも変わって、あと壁車も変わって、壁車変わるって結構そうなんですよ、すごいね。あとなんかあのアドレナリンの夜とかの、出演者名も、まこで、で、なんか周りから、ファンの人から見えない楽屋の名前も、奈々と一緒だったんですけど、岡田奈々様、まこ様ってなってて、あと予定送られてきたりとかして、メンバーの名前書いてあって、普通に、例えばですけど、島田遥香、島田加藤玲奈、まこ、みたいな。え、ここまでみたいな。やばいね。徹底されてて、衝撃でしたよ。すごい。だって劇場の写真もマコで。そう、なんかあの、ちっちゃい紙が上からかぶさって。やばいね。本当にいろんな大人に迷惑かけたね。そんな言い方しないでくださいよ。確かに。でもさ、こう、マネージャーとかさ、こう、周りのメンバーだけじゃなくて、多分こう、もしラジオに出演するってなったら、このオールナイトニッポンのスタッフさんにも、小島マコってここに書いてあるやつも、今原稿者か、差し替えてマコにしますみたいな感じでしょ。そう、多分そういうことですよ、ね。めっちゃ迷惑なやつじゃん。しかもかける2でしょ、だって。夏木もでしょ。あ、そうそう、バッツンさんもそう。あ、そっか。小島夏木ちゃんが、ちょうどオールナイトニッポンに来て、で、原稿差し替えて。やばー。ほら、いろんな大人に迷惑かけてるわ。ごめんなさーい。軽いな。軽すぎる。いやでも私結構面白かったけどね、あの、本当ですか？じゃんけん大会の、小島だよみたいな。あ、そう、小島さんも来てくださって。小島っていう、盛り上がってました、小島と。いや、めっちゃ面白かったよね。よかった。で負けちゃったね。負けましたよ。やっぱ強いですね。強かった、どうだった、拳合わせた時。小島さんと。あ、でもなんかじゃんけん、あれ私何出したんだっけな、確か、パーク。かなんかパーかチョキなんかを出して、でなんか、いやいや当たり前じゃない、パーかチョキグーしかないもうなんかその辺を出して、グーじゃなかったんですけど、なんか緊張、あれ、あ、なんパー、多分パー出したんですよ、で小島さん小島さんが、で小島さんチョキで、でなんかあのパパに教えてもらって、なんか私最初がまあでもパーを出そうって決めてて、でもなんか言ったんですよ、家族にパーを、パー出すねみたいな感じで、でなんかパーを出す一番最初に大体の人って力んじゃうからグーを出す人が多いんですって、あー言うよね。でも稀に気が抜けてたりなんかふわふわした人はチョキとかパーを出す可能性があるらしくて、それにママと引っかかって、小島さんはやっぱそういう人でした、まあ、ふわふわしてて、そう、チョキを出したと。通用しなかった。なるほどね。うん。いやでもうちまこちゃん結構強いイメージあったんだよね。研究生の時もさ、こう、研究生のリーグから上がってきたでしょ？そうそうそう。だから結構強いイメージがあったから勝つかなと思ってたんだよね。負けました。いや負けるよね。私もまた。私も2回戦目で負けた、まんまと。ああ、まんまと。誰とでした？1回戦は、萌えキュンとで、パルルの格好してたから、ずっとチョキ出してやろうと思ってたの。パルルだから、自分は。で、最初も1回戦目は、チョキ出して、いいじゃないか、自分パルル。いいと思います、いいと思います、いいと思います。ちゃんとマイク通して言ってくれ。続けてください。で、チョキを出して勝ったの。で、2回戦目も、よし、チョキを出して勝とうと思ったの。なんだけど、気が抜けちゃって、あのパーを出したのかな、ブレたんだ、ブレちゃった、キャラブレ。あ、チョキを出したら勝ってたんですか？うん、アイコだった。あ、でもアイコの方がマシだよ。確かに。うわー、それはダメだダメだった、ごめんね、まこちゃん。それはダメだ。まこちゃんね、眠くなるとどんどん冷たくなってくからね。あ、そういうタイプか。うん、全然。どうですか、れなちゃんはどうでした、じゃんけん大会。私は負けましたよ、1回戦でシードだったんですけど。あ、ってことは2回勝てばいいんじゃん。そうなんですよ、でも負けました。れなち総選挙の格好してた。そうです、れなち総選挙の格好。千割の時もうすごい緊張しちゃったんだけど、もうあれ何だったんですか、本当ね、なんでパー出さなかったんだろうね。そうです、千割さんもビビリ。でも私ずっと見てて、
しおりもなーなもグーで勝ち上がってんのずっと見てたの。あ、そうなんだ。で、お互いにチョキとかパーとか出してたんだけど、勝ちの決め手が絶対グーだったの。あ、そうなんだ。だから、この二人がぶつかったら、やばいなと思ってたら、本当にぶつかっちゃって、しおりにパー出せ、パー出せ、パー出せってめっちゃ大声で言ってんのに。そう。グー。そう、ずっとグー。何回愛子したんだろう。すごかったですよね。もうこの話すごいね、オールナイトニッポンでもしたと思いますけどね。確かに。